ってみましょう。久しぶりに寿司ショー、どんな感じになってるかな。よし、やべえやべえ久しぶりですね。まあ、合ってますけど元気？元気です。天日の大将だね。ちょっと今日は久しぶりだよ、こっち。そうですね。よろしく。マンゴーのお茶。ありがとうございます。京都の宇治茶、はい、おー、大好き。うわ、みずみずしい。そうなんですね。中国ってそんなに意識してるの？ちょっと最高にはならないですか？めっちゃうまい。香りがすごく。これはうまそうだな。香りがいいですね。中央スクリーンはそこでも意識してるから大ちゃんの料理だ。大ちゃんのサクレームのマンションおいしいな。なんでうちのマンションに使ってくれないの？寿司屋結構ありますね。
人やな。なんでラーメン？でも王道です。でもお前の中からだよ。しましたか？その広大近くだともう飲めるところが羨ましい。近くにワインのところ。あ、どこでからビールみたいなぐらいから。まだです。そうですね。気もダメですね。普通では返した。あ、普通で出てる。ほら、そうです。あ、これ気も。気も、あ、気もです。食べてます。あ、なんだろう。お願いします。もしダメだったら、でしたら。美しい。ボタンエビ紹興酒漬け。Thank you.
それは道に向かって家帰ったらこう働いて見てるから、はい、ここにサラリーマンの上ってあんまり旦那の働いてる人とかに、お前の海業さんは旦那の働いてる人とか見てる大切なのは。俺らは金利が、ゆるみさんそんな働いてるぐらいないから、うちは家帰ったら働いてる。その前。いい顔。ありがとう。これはいいわ。情報収集のためにやめなさい。おお、かっこいいね。すごいな。むしろマリアージュの一番最初の走りは卵とお茶から始まった。え、そうなんだ。やっぱりもうこの和菓子みたいな甘いお茶、あの卵焼きに長い抹茶みたいな塩で、もう魚の脂から臭みから、卵の旨味まで全部切って切ってくれる。あの僕はエスプレッソをエスプレッソ、そういうそのサービスはあれです、思いがなくこのお店をオープンしちゃったんで、後からこう考えちゃった。今この鶴亀のこの施設、この施設、うんうん、エスプレッソ用で、うん、それに苦いお茶で卵と一緒にどうぞって出すと、はあ、なるほどね。茶菓子とエスプレッソっていう意味で出したり、はあ、苦いコーヒーあるじゃないですか。ごちそうさまでした。はい、ということで大将、今日も素敵な料理ありがとうございました。いや、なんかすごく美味しかったです今日も。いや、また来ますんでよろしくお願いいたします。ですけどこの味がですね、はい、寿司ショー僕伊藤 の, あのプロデュースで、11月1日から、赤萩の方で、なんとお任せ5000円のお店を、プロデュースしますので、皆さんよかったらよろしくお願いします。寿司天日ここに QR コードないない、できないできない、そういうのできないんで。その寿司天日の大将が、はい、康介くん、はい、よろしくお願いします。楽しみですね。わかりました。はい、諏訪さん、なんと諏訪です。なんと諏訪さん、わかりました。じゃあ、まあ今日は帰ります。ありがとうございました。ごちそうさまでした。失礼します。